マコナコです。予選の続きやっていきましょう。抜群のスタミナと緻密なプレーでレベルの高いチームだ。フォワードはスピード、ディフェンダーは粘りがある、慎重に行けということで、これどこだっけかな、ソビエトか。ソビエトという名称もね、西ドイツと並んで懐かしい言い方だけど、今のロシアですね。大体はさすがに原作にはソビエトが出ていなかったので、以前1の時も言ったんですけど、この電子書籍、常に西ドイツが現れる最初にはね、現在のドイツですみたいな感じのね、説明書きがあったんだけど、さすがにソビエトは存在自体が原作にはなかったんで、まあそういった記述はね、全くなしの状態。同じように言うならば現在のロシアですみたいな感じのね、常に書かなきゃいけないことになるけど、さて、あ、これちょっと待ってくれよ。ラシン君の分身セービング、だが届かない。あ、でもゴールポストか。これはあれか、突っ込まないとダメだな、ドリブルで。まさかの名前ありのキーパーがいようとは。でディフェンダーがどうとかフォワードがどうとか言ってたから、そのあたりも名前ついてる人がいるかどうか確認しないと。ここら辺見る限りは今のところいない。今のベラエフ君というのが9番かな、ひょっとしたら。さて石崎君言ったけれど意味がなく、パンチングだが届かない。相田君がいてくれてよかった。10番のパスはベラエフ君、ここは石崎君は動かなくていいでしょう。松山美咲でクリアをしましょう。弾けないか、パンチングはだが届かない。これもゴールポスト、なんかヒヤヒヤさせられるな、さっきから。うーん、5番がやってきてるのは分かってるんだけど、パスが遅れた。これでも通れば大きいんだけど、大きいな。縦パス1本で一気にゴール前までやってこれて、キーパーと接してここで、あ、びっくりした、一瞬間違えたなと思って、ネオタイガーショット。これならば仮に向こうがシュートを取ろうとしても吹き飛ばせるんじゃなかろうかということで、ポスト当たらないなよ。おい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 、何個ボール無駄にすればいいんだ。あんな目の前で打ってもゴールポストに当たるか。なんかソビエト狙撃手がなんかいてパスパスなんか打ってるんじゃないかこれ。メンバーを暗殺されないだけいいようなもんだけど、まさか2回連続は厳しいな。ベラエフ君低いボール、松山君がついた。これシュートは若島津頼むぞ。うん、ああ、でもこれ普通にダイレクトシュートもなんとかなってるんで、まあ、そこまで心配いらないのかな。何か必殺のシュートやってくればまた話は別だけど。クリアクリア。これブロックがないからね、ブロックがあれば顔面ブロックで止められるんだろうけれど、敵のダイレクトシュートは今回は決まってしまった。ダイレクトシュートにブロックがないっていうね、石崎の活躍の場がどうするかな。美咲くんで行ってみようか。で9番の他に、9番が多分名前ありだと思うんだけど、他ディフェンダーでは特にいないのかな。ディフェンダーも強烈のようなこと言っていたけど、この4番は名前がない。あー、あとドリブルじゃなくてゴールデンコンビで一気にドリブルで突っ込みましょう。ベラエフ君向かってくるけど、これ低いボール受け取ったら必殺シュートやりたいような気もするけど、まだエリア内入ってない。4番がやってきたが、これはドリブルで、あー、いや、エリア内今入ってなかったな。フリーキックか。ここじゃあ、ヒューガ君、
ネオタイガーショット。でもこれによってもうヒューがガッツがほとんどなくなったんで100ぐらいしか残ってない。盾を飛ばしてキーパーも飛ばせるかどうか。これで入った。さすがに3人も吹き飛ばして入ろうとは思いもしなかったけど、だが当面はヒューガが使えなくなってしまったので、どうやって次攻めるか。パスカットかタックル、どっちだろうな。パスか。多分敵の9番にパスをどんどん集めてくると思うので、基本はパスカットでいいのかもしれない。石崎も当然無理。あれ、これ結構前に出されたぞ。ワンツーか。え、なんでこんなとこにたくさん固まってたの。11番のシュート、少しでも当たるんであればキャッチできないかな。止める、よし。ここで鋭いキャッチングが出て一気に楽になった。これ美咲くんに渡して、いや翼くんか、翼くんの方がガッツが多分多いはず。一気にいってもらいましょう。あのキーパーさえ抜ければどうということはないんでね。もう一回は行かなくていいか。4番が追いつかなければ良いので、さてここでヒールリフトかー、取られた。そして味方が上がってないから即座にフォローすることができなかった。どうするかな。俺シュートか、他の敵がいる可能性があるからジャンピングボレーでやってしまいましょう。確実性を高めるために。2対1でなんとか勝ち越すことができた。ヒューガ君で言ってもどうせ今は使えないので、手を置いて翼くんを動かしたけど、これもあっさり抜かれる。届かないか。松山くん今ダメだったか。パンチング届かない。あっさりだな。あっさりシュートであっさりと1点奪われた。岬くん300か、翼くんは400。これニッタとかがほんとね役に立てば問題ないんだけど、役に立たないから翼くんと美咲くんと日向くん、この3人で戦ってるからね。そんな状況になってる。レベルが上がってないからね、そもそもね。レベル上がってればまた話は別なんだけど、最初に全員が集まった段階でもうレベル差が大きく開いてたんで、ここからまたレベルを合わせるなんてことがねそもそもできない。さて翼くん、ここは一人かわしてキーパーに突っ込みましょう。もう少しで前半終了。ヒールリフトはダメか。他でも味方が詰めている。ヒューガくん低いボール、敵の2番やってきたけれども通常のシュートでいいんじゃないか。ダメか、吹き飛ばされた。ここ和夫くん、ここは必殺のシュートやりましょう。安全考えてカバーが、ね、されても良いように。でもこれ3人になるのはいいんだけど、またあっさりと1点取られそうで怖いよね、前半のうちに。よし決まった。3対2ソビエトのゴールに突き刺さりました。この5分間を守りきれるかどうか。
6番追いつけない。美咲くんが今ついたけれども、これパスカットじゃないか。あとは取れるかどうか。取った。よし、なんとかなった。ここ相田くんにパスをして前に行ってもらいましょう。でも相田くんのパスも役に立たないから、10番やってくれ。ちょっと新田くん前行き過ぎじゃないか。それは新田にパスしようとしたけど、あー3番来てしまってる。じゃあこれまっすぐ出せば、新田くん取らないの今のボール。何をやっとるんや。パスカット当たってはいるけど、そしてこれ結構厳しいな。前まで来たぞ。松山くんしかいない。慈瞳くんがよかった。今回結構ロスタイムが短くてなんとかなったような、そんな状況。では石崎下げて美杉くんを入れましょう。ガッツはヒューガがかなり低い。あとは300といったところ。翼美咲が、敵からのボール、これをまずはなんとか抑えないといけないんだけれども、ベライフ君取って翼くんがつきましたけれども、タックル、パスか。まさかだな。あ、そっか、ワンツーか。美咲くんもボール届かない。いや、ワンツーでもないな。エリア内入ってシュート打たれる。だが美杉くんがいたような気がするけど、これ取れないか。これパンチで弾けなかったか。弾いても他のが3人抜かれた後だから多分動けないなとかね、言おうと思ったけど、そもそも弾けてなかった。どうするかだな。じゃあ美咲くんからまた行こうか。これはガッツ考えると、あと取れても2点ぐらいかな。全部ドリブルで抜ければいいんだけど、深いボールは一旦トラップしてから歩いて進んでいきましょう。1人かわして、2人目かわして、キーパーかわせるか。かわせない。だが押し込めそうだな。新田くん高いボール決めてくれよ。これフォワード今まであんまり役に立ってないけど、素晴らしい、いい押し込みをやってくれて4対3、再び1点リード。だが決めるのはいいんだけど、この後の守りが本当どうにもならない。翼くん取りに行ったが取れない。ベライフ君にボールが回ってしまう。これはどっちだろうな。パスか、やっぱタックルか。すぐそばに7番がいたからパスカットの方が良いかと思ったけど、これは7番、マサオくん向かうが取れない。敵の10番、でも敵の10番も強いから、これでクリアとかね、能力低いからもうパスカットぐらいしかやることがない。多分クリアやっても全くね取れる気配はないんで、パスカットにかけます。無理か。慈瞳くん行ったが触れない。若林くんパンチングで抑えたけれども、ソビエトのコーナーキック。10番のパスはまあ取れんわな。これは美杉くんもこのタイミングで行ってしまうか。ベラエフくん高いボール、若林くんもついたけれども身構えておきましょう。二人競り合ってヘディングか。届いた。今回はどっかでキャッチやりたいんだけどな。翼
そうしたタイミングが美杉くんもついてくれている。全員でクリア。それはないよ。反則か。敵10番左外した。右か。4対4また同点。少しガッツ見ておきましょう。残りガッツ、美咲はもうほぼ使えない。翼くんが300なのでこれで1点取るしかないかな。ヒューガくんももうちょっと時間かかりそう。さてこのタイミングでゴールデンコンビでがっつり進んでもらいます。どうしたものか。これで翼くんもほぼ使えなくなる。さてキーパーと差しでヒールリフトやってダメか。これはどうする。やりようがないな。パス美咲くんにしてポジション変えましょう。ヒューガに外でパスを渡してそれで突っ込んでもらうという感じで、あとは強引なドリブルで取り囲まれたけれども全部弾いてくれるでしょう。もう一人も さてまだガッツがあるうちに取り付いてもらいたいけど、ラシン君に接してこの強引なドリブルがどうなるか。吹き飛ばした。カバー来るなよ。よーし5対4。それにしてもソビエト強いな。必殺シュートやってこないのにね、確実に点数決めてくるんで。だがこれをなんとか守りきれれば勝てるんだけど、新田くんボールに届かない。ボールが取れるんであればもうパス回して時間稼ぎ10分間やっていくのもありかなと思うんだけど、そもそもボールが取れない。うわー、美杉くんがそこで足止めされるのは辛い。美咲くんも届かない。結構遠くまで戻したね。ヒューガくん届かないか。ベラエフくんに直接回ってしまう。少し弱まって、ここは止めてくれた。そして音楽が味方の音楽になって、あと9分ボール回しと行きたいんだけど、これあれどうするかな。この辺り出せば7番引っかからないかな。うん、7番が出てこなかったのは助かった。でも結構寄られてる、寄られてんね。美咲くんにパスが通って、もう一丁外に出しましょう。これはあんまり前行きすぎずに、うーん、どうするかな。翼くんドリブルでいけるか。普通のドリブルであるんだ。ラッパどうだ。ガッツがすごいギリギリ、あーダメだ、当たらなくなってるわ。これでこれでどうにもならなくなってしまった。ヒューガくんも厳しい。美咲くんも今から向かわせるのは厳しい。反則やってこないかな。甘いか。ドライブパス、マサオくん受け取ったが、ここはトラップで時間稼ぎやりましょう。2番にパス、ソーダくんにパスして、でもこのあと9番が目の前にいるから
ここからどうするんだって話だよね。敵の方が早かった。松山くんまで戻したい。このパスが通るかどうか。ブロック、さすがにブロックでは無理。ここ三杉くんに渡して突っ込んでもらうという手もあるんじゃないか。いやでも3番の方にパス回していこう。ここは絶対勝つ戦いを。7番なんでそんな中入った。どうするかな。この辺りまで戻すか。さて残り時間あとわずか。ロスタイムのみ。ここで相田にパスをすればまた時間の余裕ができるんじゃなかろうか。だがパスコース全部塞がれてるな。どうする。翼くんに回すか、それとも3番取らんないことを願って前に出すか。弾かれたが勝ったな。これはこの方向危ない。なんでもない敵だと思いきや意外や意外の苦戦。そして次はフランスユース。まさかの前回の準決勝の相手が若林とヒューが。翼くん、美咲くん上がってないのか。上がってないよね。というような状況になりました。忘れずに美杉くんを一旦下げましょう。久しぶりだな、こんなパスで回して時間稼ぐなんていう戦い方したのは。ということで今回は無事勝利ということで、また次回以降やっていきたいと思います。この続き興味ありましたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。